チームフィールドに散りまして、これより後半戦です。後半戦は昭栄ブザーズのキックオフで試合再開という形になります。キックオフを務めますのは69番のオーバイです。ゴールデンファイターズはリターナーに0番と10番を配置しました。0番は本田、10番は北川です。さあスクイビキックを蹴った、手前側に蹴りましたが、しかしそこを果敢にブロッカーが中央91番突っ込みまして、ハーフウェイ付近を確保し、この時間攻撃に変えます。ゴールデンファイターズ、タフなリターンをしましたが、91番の森川でした。ゴールデンファイターズ自陣49ヤード間の攻撃に入ります。ゴールデンファイターズファーストアウト、まずはパスで左に展開します。ピッチマスをワイドレシーバー17番にキャッチさせ、12番そこからキャッチアンドラン、タックル来ましたが約3ヤードのゲインを果たしています。まず最初のパスをキャッチしましたのは17番の岡村でした。ゴールデンファイターズセカンドダウン7、相手陣48ヤード。今度は右オープンウェイランでハンドオフを受けました10番、スピードによって右オープン展開し、約6ヤードゲインを果たしております。10番は北川です。ゴールデンファイターズサーダン残り1ヤード、ボールの相手陣42ヤード。さあ第4クエーター、最短最速のランプレーでこの1ヤード突破します。ゴールデンファイターズファースター、見事攻撃権更新果たしましたのは、先ほど見事なパワフルなリターンしました91番森川でした。さあ攻撃権更新となりまして、ゴールデンファイターズ相手陣40ヤードからのファーストダウン10に入ります。パス不成功、クォーターバック中には右に展開していくワイドレシーバー20番にパスを投じましたが、このパスコントロールミスし、パス不成功です。セカンドダウンに変わります。ゴールデンファイターズセカンドダウン10、ボールオン相手陣40ヤード。も通らずパス成功、サーダンに変わります。
ゴールデンファイターズサダンテ。ここでホイッスル。ファイターズが後半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。まずゴールデンファイターズ後半開始間もない状況ですが、ここは重要なポイントと判断しましたが、ここで後半1回目のタイムアウトを使いました。 SK さんは後半の最初が重要というメッセージ、それがまさに反映したかのタイムアウトです。それほどここが重要だというふうに判断されたと考えられます。タイムアウトを使いまして、サックを放ります。サックは果たしてどのようなプレーを出すでしょうか。タイムアウトを解けます。ゴールデンファイターズサダンテ、ボールオン相手陣40ヤード。パス不成功。左奥走り込んだワイドレシーバー20番にパスを投じましたが、しかしこれを20番ターンボールになりまして、キャッチミス。パス成功でフォースダウンに変わります。ゴールデンファイターズフォースダウン10、パントフォーメーションを取ります。しかしここで今ホイッスルが吹かれております。タッチダウン成立となっていますが、さあここで審判団が現在ホイッスルを吹いております。先ほどのプレーですが、パントの際にパンターがボールをジャッグルしました。スナップが見られたためにこれをなんとか確保せんというところでしたが、ここでのパントが決まらず、結果的にファンブルした状態になりまして、このファンブルしたボールを抑えたのは43番の翔英。そこから一気に2ターン入りまして、そのエンドゾーン確定のタッチダウン成功させ、翔英が6点獲得する形になっております。そしてそのタッチダウン後のワンプレートライ4ポイントに入ります。このキック決まりまして1点追加、ゴールデンファイターズ14点、ショーエビザーズ14点、同点となりました。まさに思わぬ形の、そして一瞬の出来事でした。パントシチュエーションにおいてパンターが抑え損ねたボールをショーエビザーズ43番の、三上がリカバー、キャプテンそのまま一気にファンブルリカバーをリターンしまして、エンドゾーンに駆け込みタッチダウン決め、試合を振り出しに戻しました。三上値千金のファンブルリカバータッチダウンでした。さあこれによりまして翔英が現在同点の状況でキックオフに入ります。さあ果たしてこの試合はどのようにこれから変わっていくでしょう。翔英のキックオフ、しっかりやろう、しっかり。
ゴールデンファイターズリターンに入る。勝利がなんとか抑えまして、ゴールデンファイターズ自陣33ヤードからの攻撃に入ります。ゴールデンファイターズ後半最初のシリーズを結果的に実らせることができず、さらにそこで大きなミスを犯しました。しかしまだ現時点では試合が振り出しに戻った状態です。この攻撃シリーズで再び状況を優位な形に変えることができるでしょうか。ゴールデンファイターズ自陣33ヤードからファーストダウン10。ここでオプションプレーを注意しました。オプションはクォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレー。ここでクォーターバック自らキープを判断しました。これが決まりまして約7ヤードのゲインとしています。ここはクォーターバックの旅、素晴らしい判断を下しました。ゴールデンファイターズセカンドダウン3、ボールオンは自陣40ヤード。中央のプレー、2周点突破をキャリア1番に託します。しかし1ヤード残しサードダウンに変わります。翔英のディフェンス勢いがついてまいりました。ここでフィールド上負傷者が発生したためレフリータイムアウトが入ります。タイムアウトを続けまして試合再開です。ゴールデンファイターズサラン残り1ヤード。さあ中央突破、攻撃権更新、ファースター。ここは一番見事に攻撃権更新果たしました。ゴールデンファイターズファースター。まずゴールデンファイターズ反撃の糸口となる攻撃権更新果たしました。キャリア1番島田の仕事でした。さあリセットしまして攻撃権ファーストダウン10、ボールオン自陣44ヤードからの攻撃です。ナイスキャッチ。クォーターバック11番プレーアクションから外へ展開した1番にパス、タックル受けながら1番左に展開しまして約6ヤードのゲインに変えています。今度はキャッチでタフなパフォーマンスを見せましたゴールデンファイターズ1番の島田でした。ゴールデンファイターズセカンドダウン4。さあ中央突破を狙いました。1周点にランニングバックを突入させましたが、しかしこれは翔英も踏ん張ります。3ヤードのゲインでとどめています。翔英もこのタフなランプレーをギリギリのところで食い止めようとディフェンス奮闘しております。力のこもった攻防戦が展開されております。ジュニアトーナメント決勝戦です。ゴールデンファイターズサダン残り1ヤード。ファースター、ここはランであろうとディフェンスを踏みとどまろうとしました。しかしその隙間を縫って10番体をねじ込んで攻撃権更新です。ゴールデンファイターズファースター。ここは北川が素晴らしい仕事をしました。非常に
タフな攻防戦。しかしゴールデンファイターズ攻撃継続しております。ボールオン相手陣45ヤードからゴールデンファイターズファーストアウト。仕掛けてその途中でワイドレシーバー10番にパス、10番これをキャッチし攻撃権更新を果たしております。ゴールデンファイターズファースト、失礼しました、キャッチしましたがランニングバック10番の北川でした。さあ相手陣32ヤードからゴールデンファイターズファーストダウンテン。ゴールデンファイターズオプションプレーでランニングバックにピッチをしました。しかしそこを見計らって翔英40番見事なソータックル決め、このランプレーを阻止しております。1ヤードロス、見事なタックルしましたが翔英ブザーズ40番の無敵です。双方非常に心と熱のこもった攻防戦展開しております。ゴールデンファイターズセカンドダウン11、下がりましたがここからが一気に中央のスクランドを敢行しました。オフェンスラインともども中央を流れ込みまして約4ヤードゲインとしています。本来の司令塔である民、しかしここで自らの体を生かしまして全勢力を使って前進を図っております。ゴールデンファイターズサーダウン7、さあ今度はオプションプレー左サイドに展開し QB キープを選択しました。しかし攻撃権更新至っておりません。フォースダウンに変わります。タフな攻防戦です。ゴールデンファイターズフォースダウン3、フィードアウトドライキックによる3点を狙います。キックレングス42ヤード、キッカーは25番の国木。このキックはショート、フィードゴール失敗です。結果フィードゴール失敗により攻撃は失敗する形になりまして攻守交代、攻撃権変わりまして今度は翔英ブザーズに変わります。タフな攻防戦を展開しましてこの攻撃を生かさんとゴールデンファイターズフィードゴールをチョイスしましたが天候もありましてこのフィードゴール結果的に失敗となりました。翔英ディフェンス踏ん張りまして攻撃を取り返す形に成功しております。攻撃権変わりまして翔英です。翔英自陣25ヤードからファーストダウン10、翔英ランプレーを展開しようとしました。その一瞬の隙をつけましてゴールデンファイターズ92番がチャージかけロスタックル2ヤードロスに変えています。見事にロスタックルを決めましたがゴールデンファイターズ92番坂上、翔英ブザーズセカンドダウン12、ここでクォーターバックリバウン
ン自らのキープで状況を打開図りましたが、しかしここでゴールデンファイターズディフェンス佐藤、このランプレーを阻止しましてサードに変えます。翔英も司令塔の山西のランプレーを投入してまいりました。翔英サードンライン、ここでホイッスル。現在トラブルありましたが、こちら解消しまして試合再開となります。翔英サードンライン、ボールオンは自陣26ヤード。パス不成功。クォーターバック2番プレーアクションから中央走り込んできた5番にパスを通しましたが、ディフェンス激しいカバーしましてパス不成功としています。フォースダウンに変わります。ここはゴールデンファイターズディフェンス踏ん張りました。翔英フォースダウン9、パントフォーメーションを取ります。26ヤード付近で攻守交代となります。さあ若干膠着気味の意味となっておりますが、しかし双方素晴らしいディフェンス合戦となっております。これを果たして突破するのは果たしてどちらのチームとなるでしょうか。ボールオンはゴールデンファイターズ陣26ヤードからゴールデンファイターズファーストダウン10。ハンドオフェイからブースレックし左オープンランプレーを展開しようとしました。しかしこれを翔英96番見事なパシュートでしとめまして6ヤードロスに変えています。見事なロスタックルを決めましたのは翔英ブザーズ96番の松田。ゴールデンファイターズセカンドダウン16、ランプレーを投入しました。キャリア1番のトスパレクにかけましたが、しかし3ヤードのゲインでとどまっております。ここで第3クォーター終了です。第3クォーターおりましてゴールデンファイターズ14点、翔英ブザーズ14点、双方同点の状態で最終クォーター第4クォーターに移ります。